銅鐸をぶちのめした後、まあいろいろあって兄者は助手を収めることになったんだが、そこに呂布の野郎が転がり込んできやがった。野郎居候の身で兄者を弟呼ばわりした上、あろうことか俺が守っていた可否城を奪いやがった。恩を仇で返しやがって、俺たちは曹操と組み可否へと出陣することになった。ああむしゃくしゃする。この戦は思いっきり暴れてやるぜ。よく解く。獣のごとき呂布につけいられ、可否を失ったのは私の不明でもある。この戦で呂布を討ち、屈辱を晴らそうぞ。可否の城内へと攻め入るには、西門か南門のいずれかを攻め破る必要があろう。しかし城の周りには拠点が点在し、守りは堅牢だ。曹操の軍師が奇策を案じているようだ。まずは正攻法で敵の力を削ぎ、その策の指示を待つのがいいだろう。では行こう、よくとく。呂布よ、この可否がお前の墓場となろう。花崗殿殿、花崗園殿は可否の後ろへ、劉備殿は南門へ進軍してくだされ。報告、炎日軍がこちらに向かっています。炎日と呂布が手を結ぶと、攻略を急げ。こりゃ一旦引いとくか。このままでは炎日軍が到着してしまう。水門を決壊させ水攻めをいたしましょう。水門を破壊されてはならん。補強しろ。敵は盛況だ。気を抜くな。Yeah!
補給拠点とて甘く見るな。行くぞ。今こそ陣の刃を振るわん。邪魔だていたすと容赦せぬ。時間じゃねえ。恥じて生きておめえを注がん。敵将撃ち取った。攻撃を受け止めよう。耐えるのだ。さあ全力で来るがいい。光るまんなるまい。敵将撃ち取った。川の水が城内に。みんな高いところへ溺れちまうぞ。俺らも続く。手柄を逃すな。城は落ちたも同然よ。全員締め。どうしたの。時間じゃねえ。終わりだ。俺は抜けるぞ。時間じゃねえ。時間じゃねえ。これまで曹操殿に下るもよかろう。負け戦に手を貸す義理はないな。など不要ですかな。一丸となって敵陣を突っ切る。怒涛の攻め見せてやるぜ。ここは東西。
討ち取った。追い詰めてやったぜ。気に入らねえんだよ、その面、戦、なんもかもが。ふん、イノシシと思ったら犬か。やかましく泣き騒ぐわ。うるせえ、この俺様がぶっ飛ばしてやら。死ぬわけにはいかん。観念されよ、呂布殿。貴公の部が泣くぞ。敗将にも矜持あり、最後まで凛とあられよ。鬼神呂布よ、安らかに眠れ。希代の包囲を相手とする厳しい戦ではあったが、我らの治癒がそれを上回ったのだ。呂布亡き後、乱世は収束するのか否。時代のうねりはもはや誰にも止められぬ。こたび以上の戦いがこれからも続くであろうな。新しい護衛武将が仕官してきたようじゃな。この護衛武将はその際二国に及び、晩年傑物と称される人物のようじゃな。